ばんは。はい、現在7月11日日曜日午前5時7分です。はい、ただいまですね、うちのおかんが寝てからですね、玉揺ら引き寄せ 5.5 話、そして、玉揺らもアグレッシブ 8.5 話と見てですね、その後過激少女2話と東京リベンジャーズの14話見てですね、はい、ただいま動画アップロード中なんですけども、ここ数日ね、 YouTube の調子がおかしいのか、まあ、うちのパソコンの調子がおかしいんでしょうけども、過激少女2話の動画がもう1時間以上経ってまだアップされず、東京リベンジャーズが先にもうアップ完了してるんですけども、順番狂うといけないんで、今過激少女の2話がアップされるのを待ってるんですが、されませんということで、この時間を使って下手したらあと1時間ぐらいかかるんで、はい、最近この40歳の大道芸人のおっさんが見たアニメでですね、いわゆるショートアニメで、めっちゃ面白かったと思うラブコメ2つ紹介したいと思います。あ、すいません、なんでここかというとこちらです。はい、僕はね、もともとここはね、僕が住んでた、一人で住んでた家ですけどもね、4年前の9月から、ちょっと東京にいたおかんにいろいろありましてね、住むとこなくなって我が家に来たんで、我が家で今、同居中、はい、すぐそこで寝てますんで、声出せません。ということで、イヤホンマイクで失礼いたします。はい、じゃあ、早速いきたいと思います。前振りが長くてすみません。はい、じゃあ、一つ目、ショートアニメで最近めっちゃおもろかったラブコメアニメはこちらです。みだらな青ちゃんは勉強ができないってことで、ネタバレはなるべくしないようにね、紹介したいと思います。まず、1話のあらすじだけ読みますね。はい、渋谷の高校に通う堀江青の父親は超有名な官能小説家だ。そのため青ちゃんはエッチな知識だけは豊富で、男と恋愛に嫌悪感を抱いている。クラスメイトからは近寄りがたいと思われているが意に介さず、夢の一人暮らし実現のため受験勉強に励む。ところが木島という男子だけがやたらと青ちゃんに話しかけてくるということで、これが、1話の、あらすじなんですけれども、この青ちゃんという女の子はね、脇あずみさんがやってるんですけども、可愛いです。こんなキャラです。どうぞ。はいね、これ青ちゃんです。で、青ちゃんめっちゃ賢いんですよ。これなんでかっていうと、官能小説家のお父さん、これね、お父さんの職業話せないんですよね、恥ずかしくて。ということで一人暮らしがしたいということで、その条件として、大学、国立大学に行けと言われてて、ほんでめっちゃ勉強してるからめっちゃ賢いんですよね。さあ、そんな、青ちゃんにですね、やたら声をかけてくる木島くんがこれです。はい、で木島くんね、ネタバレになるといけないんで言えないんですけども、なぜそんなにも誰も話しかけない青ちゃんにやたらと木島は話しかけるのか、なんとなくわかると思うんですけども、で木島が、イケメンですね。イケメンです。でこの木島がね、青ちゃんに声をかけることで、青ちゃんにある変化が現れていきます。その変化がね、回を増すごとにってなっていくんで、面白いですよ。で、あとこの青ちゃんのお父さんの官能小説家が津田健次郎さんがやってるんですけども、こんなキャラです。どうぞ。合わへん、ほんまにこれに合わへん。でもそれがおもろいんですよね。響けユーフォニアムの津田健次郎さんが出る後藤拓也風に言うと、それがいいんだよ、いやそれでいいんだよ、いやそれがいいんだよ、ちょっと言い間違えました。一気力はキラキラ中和のセリフです。はい、というね、この木島と、青ちゃんとね、木島の、ドタバタラブコメというかね、これ最終回いいですからね。もう最終回のオチむちゃくちゃいいですよ。むちゃくちゃいい。はい、これがどういいのかはぜひ見てください。ちなみに12分の12話です。
名はあっくんと彼女ですね。これさ、ほんまに最近見ました。いつやったかな、見たの。あっくんと彼女は、はい、7月6日に見てますんで、5日ほど前ですね。で、これも、1話だけあらすじ言いますと、男子高校生の香里敦弘、あっくんと女子高生の片桐の、のんたんは恋人同士。しかし、あっくんはのんたんに対していつも罵詈雑言を浴びせ、ツンツンな態度。今日ものんたんが一緒に帰ろうと誘ってくれるのに、あっくんは話しかけんなと追い払ってしまう。だが、のんたんが教室を出ると、あっくんは無言で彼女の後を追い始めて、てん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 と。これね、思った以上に、あっくんの、のんたんへの対する態度を見てたらひどいです。正直ひどい。話しかけんなブスとか、消えろブスとか、ブスとか言いまくりますからね。やけど、のんたんは、いつも笑顔であっくんにこう接するというか、気にすることなくね、まあ、これというのはお互いがその、好きやから、どういう性格が分かってるからという2人のお付き合いが描かれておりまして、そこに絡んでくる、松尾雅子という、あっくんの親友と、あとはあっくんの妹の千穂、かかり千穂ですね、はい、このね、雅子と千穂の関係性、ここにもぜひ注目していただきたいなと思います。で、なんやろな、いろんな付き合い方があるんやなっていうのが、これわかるんじゃないかなと。ちなみにね、3分半やったかな、3分半か4分で25話あります。やけど2時間ぐらいかな、そんなかかりませんからね。Dアニメストアでは6話ずつでまとめられてるんで、6667と。で、6話って確か18分やったから、まあ3分かな、確か3分ですわ。はい、このあっくんと彼女、すげえほっこりしますから。めっちゃほっこりします。そのあっくんがなぜのんたんを追い始めたのか、追いかけてのんたんに何をするのか、これ注目していただきたいですね。紹介させていただいたのは、みだらなあおちゃんは勉強ができないと、あっくんと彼女の2本でした。まあ、またね、ランキング関係なくこういう風に、紹介していく時もあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は、1年4ヶ月弱で360作を超えるアニメを見たおっさん40歳が、紹介するショートアニメの最近面白くほっこりしたラブコメアニメ2つでした。長いな。はい、どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録をぜひともお願いいたします。はい、以上、マジラジオ芸人浜でした。それでは。